沢家の次に権力を握ったのがなぜか藤原義房なわけです。藤原北家ですね。まあ義房のお父さんは右大臣藤原内村という人なんですけど、こっからが藤原氏が権力を最高に握っていく力になってきます。まずライバルを倒していきます。上和の変、立花の早成、友の小網を倒していきます。この立花の早成は空海と親友で、ね、書道の、有名な2人です。これはあの書道史で語ります。文化史の部門の、テーマ史やってきますからね、この後も、文化史の書道史で語りますが、結構面白い話たくさんありますが、で、常忠信のがこの時敗退し、これはほとんど出ませんが敗退史の名前は一応押さえておいた方がいいです。で、清和天皇即位、実質上の摂政となります。その時に義房が、外祖父、外祖父というのは母方のおじいちゃんとして、実はその当時は母方の家に子供は引き取られてるんで、母方のおじいちゃんを育ててるようなもんですよ。で、実質上の摂政となります。あとはまあ有名じゃないのが千名力なんですが、これは押さえておいた方がいいです。実は江戸時代までは暦は千名力だったんです。そしてついに応天門の変が来ます。こちらはですね、友野義雄が失脚した事件です。友野義雄が宮中の応天門を焼いたという事件です。まあ、裁判を行ったのは、参議の藤原の惟吉、参議藤原の惟吉というのは実は有名なあの藤原あ 菅原の惟吉です。実はこれあの菅原の道真、天神様のお父さんです。で、友の石ははっきり言い切ります。応天門というのは大友門の微笑だと、もともと大友家を守ると、その門を我が大友一族の私が焼くわけないじゃないかって正論を言います。間違いないと思います。ですが義房は、菅原惟吉がそう言っても聞かず失脚させるということで流したんです。まあなぜかというと、この友の義雄の実力がすごかったからですね。さっき入試のところを喋っておくと、それによって正式な摂政となります。あの天皇皇族以外で初めて摂政になったということで、ほぼ任されますから、天皇代行なんですから、そこがポイントになってきます。で、さらに下に上官客式を作る宇治宗というのは 藤原宇治宗です。宇治宗自体はほぼ入試には出ません。上官というのは清和天皇の時代の、年号です。こういうのはで、友の義を失脚させた。なぜかというと実力がありすぎたんです。友の義は彼出身どこかというと平安貴族のイメージと違うんです。出世したのは大納言まで言ってるんですよ、内閣官房長官まで今で言うと。しかし彼は佐渡出身なんです。佐渡の小島に生まれて、しかもお父さんがいなくって、お母さんは産んですぐ、義雄は産んですぐ死んだんで、もう義雄はお父さんの顔もお母さんの顔も知らないんです。で、人にね、親戚に預けられたけど、もう何かなんかわからない。で、いつも一人ぼっちですよ。昔よく疎開とか行っても一人ぼっちだといじめられないんですね。兄弟がいるところには勝てないんです。複数人戦ってきますから。ですが義雄は一人ぼっちで、戦うわけです、毎日。ところがある日国師様に呼ばれたんです、急に。え、国師様に、で義雄が行くと、義雄、お前のお父さん見つかったぞって言ったんです。え、見つかったって、僕にお父さんいたんですか。もちろん会ったことないですからね。え、お母さんが死んでるのは知ってるんですけど、お父さんがいたって分からないですけどね。誰がお父さんか分かるんですけど、誰なんでしょうかと聞いて驚くな。あの名門大友一族の友の国道様だ。え、そんな偉い人なんですか。偉い。じゃあなんで僕はここに一人でいるんでしょうか。実はお前のおじいちゃんの大友の継人様が藤原の種継様というとても偉い人を殺したのだ。そのために
連座ということで、息子 の, 国, あの国道さんは佐渡に流されてきた一族は全員、でこの間大赦があって天皇陛下が変わったんで、で許されて都に戻ったんだと。じゃあなんで僕一人だけここにいるんですか、聞くと、いやその時お前はお母さんのお腹の中にいたんだ、お父さんが待ってるから都に行けと国士さんも言われてんで、え、お父さんって生きてたの、えってなります。そして吉は都に行くわけです。都に行った吉は、大友一族の友家の屋敷に入り、友の吉代ですって言ったんです。ところがすごい暗いんです。実はお父さんその日死んでいたんです。もう真っ暗っていう状況だったんですが、実は吉代のお兄さんやお姉さんが来て、吉代お前が吉代かって、ちゃんと父から聞いてるぞって言って、兄や姉がついてるからなって言ってくれたんです。嬉しかったでしょ、生まれて初めて兄弟がいるんですよ。いつも一人ぼっちだったのに生まれて初めて兄弟が来てくれて、よしよって、父は死んだが兄や姉がついてるからなって言ってくれて、姉は、手習いとか教えてくれて、兄は武芸とかを教えてくれたんです、ですがよしよはなかなか就職はできません、まあ簡単に言うとおじいちゃんが殺人犯でお父さんは流刑人ですからなかなか見つからなかったんですが、3年間、プーだったんですけど、ついにお兄さんが「よしお喜べ!」って「お前の就職先見つけてきた!」っつって「お兄さん表現風ですか、絵文風ですか?」って、要するに大友一族は部門の家柄なんで、そういった警備の家柄ですからね、そういうのを考えてたんですが、図書寮の初期、もう要するに図書館の貸し出し係だったんですなったんですが、せっかくお兄さんが見つけてくれたんで、吉井は結構真面目に働きます。状況的に長男ではないわけですから、真面目に働いたんですが、その間暇な時間にどこに何の本があって何を書いてるかを知るために勉強していったんですね。で勉強していったんで、どの本に何が書いてるかもう分かってるんですよ。つまり普通の学者級の頭を持ったんですよ。で、天皇が変わって読書好きの天皇になったんですんごい忙しくなってきた時、もうみんなが、天皇の秘書が直接来て、クロードが、この本どこにあるって言ったら吉尾に聞いてくださいとか、この本どこにあるって言ったら吉尾に聞いてくださいということになったんで、もう最初からもう吉尾に聞くんですね。クロードたちも天皇の側近が、吉尾こういう本を求められてよって、それならこの本とこの本がいいですとか、それならこれとこれがいいですっていうふうに全部伝えていくんです。そのうちにちょっと難しい本を出した時、クロードがすぐ持っていこうとしたら、クロードさんちょっと待ってください、この本がないとダメですっつって、これつけないとこれ読めないんですって言って、そのクロードが持って行った時、天皇が褒めて、お前一階級上げてやるっていうふうにクロードに言った時に、そのクロードはいつもお世話になってるんで、よしおのことを喋って、よしおに一階級上げてやってくださいと言ってくれたんです。普通は出席競争は激しいのに、いつも世話になってるからやってくれたんです。一生懸命やってればちゃんとそういったことを分かってくれるわけですね。そして吉尾に会いたいなと天皇が言った時、実は皇書殿という天皇の図書館が近いんです。近いんでそこに行って天皇と吉尾は喋るんです。話は面白いですよ。だって吉尾は佐渡から京都に来てるわけですよ。天皇は京都から出たことがないんですよ。ですから話が全部面白いんで、すごい魅了されて、出世していくんです。そして吉尾はそういう処世術に長けてたんで、藤原義房の側近になります。で、ある時問題が起きました。次の皇太子を誰にするか、まあ事実上次の天皇を誰にするかっていうところで、相撲設置へといって相撲で決めることになったんです。敵の大将は木のナトラ、これ高親王。有原の成平のね、主人です。そしてこちら、藤原義房の時は、これ人親王です。その戦いの時に誰がいないかって時、側近が友の吉尾がいいと思いますって「吉尾あれは結構背低いぞ」と「そんなん強いんか」って「吉尾は実は子供頃から戦ってますのですごい強いです」っ
といって昨日ナトラ対当時トップの昨日ナトラ対友野一郎の対決が相撲設置があったんです。当時の相撲は殴り合うと書くんですから今の相撲と違って本当に殴り合いです。殴り合いです。殴り合い蹴り合いです。総合格闘技です。そして吉尾は勝ったんです。昨日ナトラに昨日ナトラはその数日後死にます。で吉尾は勝利しそしてそのままトントン拍子に出世して大名古屋に来ました。しかし吉尾は大名古屋になったことで困るのは藤原氏です。なぜか次の地位は右大臣になっちゃうんです。吉尾の大臣は藤原氏で全部守っていたい。せめて皇族どっちを倒すかというと皇族を倒すよりは友野吉尾を倒した方がいいです。大友一族は村治世で一番最強だったんですから、中富一族はその下藤原氏はということで友野義雄を倒そうということで考えられたのは応天門の変というふうに思われています。なおここまで詳しい話は入学試験には出ません。ということで平安時代の、藤原元常、義房の、お兄さんの子供なんですが養子になって跡継ぎになっています。藤原北家、まあ、これ以降もずっと北家が、藤原氏は力をつけます。でまず元行乱というのがありました。これ珍しい乱なんですが蝦夷の反乱です。東北地方の蝦夷の反乱ですが鎮圧したのは藤原康則。藤原康則というとまあ、ね、結構有名な部門の人なんですけどこれについてはまた別の機会にしゃべることがあると思います。そして関電畿内ですね、畿内近畿地方で中央財源を納めるための関電です。まあ、のこれはですね中央に収める関電がないとやっぱりやばいということで区営店の真似をしたんですね。要するに自分たちで実質上の商品を作りました。そして直営店諸子店諸子っていうのは諸々の司司ってのは役所って意味ですからいろんな役所の財源、直子店は皇室財源というふうに押さえておいてください。そして高校天皇即位の時に元というのは実質上の関白になります。全てのことは関白殿に、ね、聞けと、まあ、正確に言うと関わり申せって言ったんで関白っていう名前がついたんですけど、高校というのは天皇になる予定なかったんです。当時55歳です。55歳の人が天皇になってしまうあの55歳の人が天皇になっちゃうと摂政を辞めるしかないんですよ。摂政は天皇は幼少じゃないとダメだから。で、病弱とか女性じゃないとダメだから。高校天皇はそれ全部関わってないんで。で、天皇になったわけです。それに対して高校天皇は全ての実権を与えようということで実質上の関白になったんですね。高校天皇は自分が天皇になるなんて思ってませんでした。この人たちの趣味が料理なんです。だからいつも側近と2人で料理ばっかり作っててお金なかったんですけどね料理作ってましたからその時一緒に料理作ってたのが藤原の山影っていう人で、料理で有名な四条流の開祖でございます。藤原山影、京都の吉田神社の横に山影神社ってのもありますからね、料理人なら誰でも知っているという感じです。そしてその後高校天皇が死んだと宇田天皇が即位します。宇田天皇即位ってのはかなり変わってまして宇田天皇って実は、源の定美って名前で天皇家の家来だったんです。しかも同僚は養生天皇に殴り殺されたっていう恐ろしい事件を目の前で見てる天皇なんですけど、まあ天皇にしてくれたってんで一旦親王に戻してすぐ天皇にしてくれたんで、元常を正式な関白にしたんです。しかしながらその時その関白の称号を、まあ、透明で言うと阿公と入れたんですがその阿公というのは実は形だけの人っていう意味なんですね。まあ今の内閣総理大臣はなんか形だけの人みたいな感じですけど阿公という、言葉を使ったんでぶち切れた元というのは全然、もう働かないっつってナンバーワンが半年間働かなかったんです。そのためにそれを書いた立花博美という学者は排斥されました。これも他氏排斥ですね。その時弁明したのは菅原道真です。博美は悪くないです、阿公ってそんな悪い意味ではないですと言ったんですがもうダメだったんで、
弁明したんですが、ヒロミは失脚。その後、この宇田天皇が実権を取ります。そのまま。